愛知県刈谷市。古い建物の2階に上がると、そこは小さな図書館、熊鹿図書館と名付けられた民営の図書室。去年夏にオープンしました。夏休みの子どもたちやその親、大学生も静かに本を読んだり、おしゃべりに花を咲かせたり。いろんな本が置いてあって、すぐ近くだし、来やすい。しかもこれ途中ぐらいまで読んだ、借りて帰って。市の図書館は本当に本を見るだけで、スタッフの人と話したりとはないので、ちょっとほっとするというか、疲れた時に。市や県の図書館とは、だいぶ雰囲気が違う、手作り感があふれた居心地の良い空間。並んでいるのはどんな本？縦横30-40センチほどに区切られた小さな本棚を覗いてみると、こちらには東野圭吾さんの小説。この棚は星についての本ばかりです。ここは大学の先生おすすめの本？バラバラというか、個性的というか。実はこの本棚に運営の秘密が。一箱毎月2000円お支払いいただいて借りていただいてます。自分のお持ちになっている本を入れていただいて、それを無料で貸し出しているというシステムになっています。この棚、区切られた一箱ごとにオーナーがいて、毎月2000円を払うと自分のおすすめな本を自由に並べることができるんです。一箱本棚オーナー制度と呼ぶこの仕組み。この熊鹿図書館、開館から1年ですでに20人以上のオーナーがいて、月々の棚代を図書館の家賃に充てているんだそう。でもわざわざお金を払って自分の本をタダで貸す、一体どんな人たちが？子供が野球をずっとしてきてたので、甲子園に合わせて甲子園のブラバンの本だったりとか、共感してこれ面白いよねとか、やっぱり一緒に行ってくださる方がいるのはなかなか楽しいなっていうふうに思って。こちらのオーナーは季節のイベントに合わせて本を入れ替えるこだわりも。棚にはノートを一冊置いて、本を借りてくれた人との交流に使っています。月に2000円ってまあ、決して安くないじゃないですか。そうですね、自分の本どうこうに2000円出しているっていうあんまり感じはなくて、まあ、こういう場で皆さんがこうやってやっているっていうことに共感をして、仲間に入れてもらおうかなっていう、そのぐらいな感じで。本を通じた緩やかなつながりの魅力。このブライアン・ワイルド・スミスさんに関してはすごく好きな絵本作家さんで、刈谷市内に住む大浦智香さんも本棚オーナーの一人。短大で保育を学んでいた時からの絵本好きで、自分が感動した作品を他の人にも見てもらえるのが嬉しいと言います。ドキドキしながらもこう、はい、なんかすごく特別な場所作りをやらせてもらえてるなみたいな、そういう感じですかね。今人に勧めたい本は、まずこれかな、やっぱり空の絵本。天気だなと思ったら急に雲行きが変わってきて、ゲリラ豪雨が相次ぐ季節にぴったりと手に取ったのは、一日の天気の移り変わりを美しく描いた絵本。さらに戦争が続くウクライナの注目作家の本も取り出して、新しく図書館に並べることにしました。
大浦さん、図書館の運営にも関わるようになり、連日足を運ぶようになったとか。あ、こんにちは。あ、ここですね。ここの本棚です。その本をこう並べている時に、たまたまその本、あ、私も読んだことあるとか、この部分が良かったですよねとか、ここでこう本棚のオーナーになれなかったら、多分そういうことって、そういう場面って生まれなかったことだと思うので、嬉しい瞬間でしたね。思いが詰まった一箱が並ぶ手作り図書館。モデルとなった場所が愛知のお隣、静岡県にあります。港町焼津市で、おととし3月から運営を続けるみんなの図書館三角。刈谷の図書館と同じ月2000円で貸し出す一箱本棚は、壁一面に60棚。キャンセル待ちが出るほどの人気です。こちら、館長の土肥さんが一箱本棚オーナー制度の発案者。僕自身が図書館を自分で作ってみたかったっていうのが根本としてあって、 NPO を立ち上げるなどして、全国で若者が参加する街づくりに取り組んできた土肥さん。自身も本好きで、シャッターが目立つようになった商店街に市民の交流の拠点になる図書館を作りたいと考えました。市民がちょっとずつお金を出したりとか、力を出し合うことで一緒に作っていく公共スペースとか実現することができないか、運営していくときに経費としてどうやって捻出しようかなっていうふうに考えた末に、同じように図書館を作りたいって思う人はきっと世の中にたくさんいるんじゃないか、まあ、それをみんなでちょっとずつシェアしてやるシェア図書館にしてみたらどうかなっていうふうに思いついたのが最初ですね。人口減少の時代、税金に頼らず自分たちで作る公共図書館ができないか、そこで考えたのが本棚を貸し出すオーナー制度。これが本好きの市民の心をつかんで、月2000円を60棚、これで図書館の家賃、光熱費をほぼ賄い、一部のオーナーは自主的に店番まで担当しているとか。運営の手段だった一箱本棚に、個性あふれる魅力的な本が集まると、それが地域の人たちを引き寄せる好循環が生まれました。最初ね、僕も2000円払ってって思ったんですけど、あ、でもやってみたらやっぱりね、自分の場所を持てる、でそこで自分の好きな本を置ける、そういう自由、ここへ来る人たちとまあいろんな話ができるもんですからね、なかなか知り合えない人とたくさん知り合えて本の話ができる、そこがその一番のメリットなんじゃないかなって。この三角の成功に全国が注目、自分たちも作りたいという声が次々上がって、刈谷の熊鹿図書館も含め、わずか2年余りで40カ所近くにまで広がりました。皆さんこういった場っていうのを求めてたのかなっていうふうに思っています。っていうのは、そこに行く理由がなくても寄れたりだとか、自然と人と出会えたりだとか、このコロナ禍だからより求められるようになったのかなっていうふうにも感じます。市民がみんなで作る新しい図書館、あなたの街にも広がるかもしれません。